マージャンパイ。マージャンパイはマージャンを行う際に使われる用具の一つである。単にパイ、ハ、は、イ、い、パイと称されることも多い。英語ではタイルと呼ぶ。日本で広く行われている新マージャンでは、花パイを除いた一万個、マンズ、ワンズ,ンズ、ピンズ、サクシ、ソーズ、ジハイ、ツーパイの136枚を使用するマージャンパイのセット自体は、花パイ、赤パイ、 予備など8枚を加えた144枚が一般的である。1万個、トンズ、作詞は数倍、スーパイ、数イ,イと呼ばれ、それぞれ1から9までの区別がある。自敗は、さらに4、風イと三元杯とに分かれ、風イは東西南北の4種、三元杯は白、発中の3種である。以上の34種がそれぞれ4枚ずつ使われる。なお、万 つつ、柵の棒を赤く塗った赤パイが常時ドラとして、近年頻繁に使用されるほか、古典的なルールである花麻雀では、抜きドラとして花パイも使用される。現在、日本では主に、ユリア樹脂、または、カゼイン樹脂製のものが一般的である。中国では、アクリル樹脂製が多い。ユリア樹脂製の灰では、通常、重量を増やすために中に鉄が埋め込まれている。また、 自動卓用の灰においては、パイの表裏を揃えるために磁石が埋め込まれている。また、珍しい材質としてき、紙、ガラス、真鍮、アルミニウム、翡翠、メノウ、純金、金メッキ、シェル、貝殻などで作ったものがある。ガラス製のものは透明ながらも裏から見ると、パイの種類が判別できないように工夫されており、紙製のものは、 マージャンパイの図柄が印刷されたカード型のものが出回っている。また、紙製カードの裏面をマグネットシートに加工しているタイプも存在する。マージャンの用具は、紙札とカルタを始祖としており、古くは牛骨や鯨骨のものが主流であり、造形性の非常に高価なものもあった。 昭和に入って、練りパイと呼ばれるプラスチック製が普及し出すと、ユリア樹脂系など様々なプラスチックが使われるようになり、主に耐久性の点で、現在の材質に落ち着いた。背の部分については、昭和後期頃までは、竹が主流であった。これを竹パイと呼ぶ。しかし竹パイはかけやすく、またパイごとに、キメが微妙に異なることから、ガンパイができる懸念もあり。 背までを樹脂で成形したパイが多く普及した。現在では、背の竹部分を作る職人が、高齢のためいなくなり、国内での竹パイの生産は行われていない。全自動卓では、前のつぼねの競技中に、全自動卓内で実曲の山が積まれるため、一つの全自動卓において、背の部分の色が異なる二組のパイ、緑の組と青の組、青の組と黄色の組などを使用し、 間違いや不正を防止している。マージャンのデザインは、大まかには、以下の紹介における画像と一致する。ただしこれは、中国風のデザインであり、他にもいくつかのバリエーションがある。マージャンの牌はいくつかのグループに分かれ、役などに深く関係している。主な分類を以下に示す。スーパ牌、数、牌ーパスーパとは、 マージャンのうち、数字と関係づけられる27種類の牌の総称である。もともとはいずれも金銭、またはそれに関わるものをモチーフとしている。1万個、トンズ、作詞より構成され、各種類1から9まである。変わったものには、10万、10等、10作などが入った牌もある。一カーや霊流牌。数灰のうち、2から8までの牌を、チュンチャンパイといい。 一と九の牌を老刀牌という。工事図。純ちゃん灰、老刀牌を参照。なお、三つ。工技には六つ離れた数牌のことを筋というが、これは両面待ちの場合に数両牌となるのが筋の牌だからである。一万個、ワンズ。マンズとは一万から九万までの九種類の牌の総称である。一万とは金銭単位をモチーフとしている。ワンズ。 マンズ両方の言い方が一般に流通している。配布上の略号では、関数字、または1メートル、2メートルといった表記をする。ピンズとは、1等から9等までの9種類の灰の総称である。筒とは、貨幣の形状をモチーフとしている。古くは、トンズとも言ったが、近年の日本では、タれつつある。配布上の略号では、丸囲み数字。 pc 上では、機種依存文字を避けるため、カッコ囲みのアラビア数字で、代用、あるいは 1p、2p といった表記をする。作詞、ソーズ、ソーズとは、1作から9作までの9種類の範囲の総称である。作とは貨幣に通してまとめる名はあるいは、竹串をモチーフとしている。なお、1作だけは鳥をモチーフにしたデザインとなっているが、これは、麻雀の歴史の中で、 パイのデザインがデフォルメされていった結果として鳥になったというだけのことであり、なぜ鳥の形で落ち着いたのかという点については定かではない。デフォルメ前のデザインが鳥に似ていたから等のいくつかの説が存在するようであるが、はっきりしない。鳥は一般肉弱が描かれることが多いが、オナガ鳥や鳳凰あるいはヒヨコ、スズメといった愛称が用いられることもある。また、中には、や、 卵の花など、鳥以外の衣装のものもある。配布上の略号では単なるアラビア数字、あるいは 1S、2S といった表記をする。チュンチャンパイとは、マージャンパイのうち、数パイの2から8まで、2万から8万まで、2頭から8頭まで、2作から8作までの21種類の総称である。弾級、単野を中に使用される牌であることから、単ヤオパイとも呼ばれる。 右にも左にも数字がつながるので、順子として使いやすいが、9π に比べると、大きな役には絡みにくい。老頭牌、ラオ頭牌、老頭牌とは、麻雀牌のうち、数牌の1と9、1万、9万、1頭、9頭、1作、9作の6種類の総称である。1、9牌とも言う。老頭牌と自牌を合わせて、矢を9牌と呼ぶ。 純子に使えるが、一方にしか数字がつながらないため、純ちゃんパイに比べると使いにくい。すべてのメンズに、老頭パイを絡めると、純全体級という役になり、老頭パイのみで手を作ると、清志老頭という役満になる。自敗、通パイ、自敗とは、麻ちャンパイのうち、数字と関係の内風牌と三元牌の七種類の、牌の総称である。 純子に使用できないためスーパイよりは使いにくいが、役に絡みやすく多く集められれば、大きな点数が得やすい。例えば自敗だけで手を作ると、自一色という役満になるほか、自敗と一色のスーパイで手を作れば、根一色という役がつく。役の分類では、自敗を含むものには、根、含まないものには、清志がつく。例えば一色の灰と自敗のみで作る役を、 本一色といい、一色の灰のみで作る役を、真一色という。金老刀と清志郎刀の対応もある。順全体級、全体級は例外。風、灰、本灰、風灰とは、自灰のうち、東、トン、東、南、南、南、西、シャー、西、北、ペー、北の4種類の灰の総称である。4、風灰、数本フ灰、 数風灰とも言う。場や、現在の親が誰であるかによって、国史もしくは、公師が役灰となるかが異なる。また、ドイツが平和における弱党として認められるかどうかも、異なる。四種類すべてを、国史もしくは、公師で揃えると、王四期。三種類を、国史もしくは、公師で揃え残り一種類を弱党とすると、小四期の役が、それぞれ付き、どちらも、役満となる。 配布上の略号では、速記のため、東を t、南を n と表記する、西と北はそのまま表記する。県風、パイ、チャンホンパイ、小風パイ、上風パイ、上風とも、は、役配の一種で、場と同じパイ、東場なら、東、南場なら、南、西場なら、西、北場なら、北のことを言う。県風パイを、国史もしくは、公史とすると一反訳となる。 また、弱党にした場合に負となる。平和における弱党としては認められない。ルールによっては、半層で決着がつかず、延長戦が長くなった場合に封敗以外の敗が剣封敗となる場合もある。白場、怒り城、中城など。門封敗、面本敗は、役敗の一種で、自らの門風、親を東とし、半時計回りに南西北とすると同じ敗である。 自風パイ、自風灰、自風とも呼ばれる。剣風パイ、馬風と同じく、門風パイを国詞もしくは、公師にすると一反囲役となる。また、弱党にした場合に負となる。平和における弱党としては認められない。連風パイ、離縁本パイ、憲本パイは、役灰の一種で、門風パイであり、かつ剣風パイでもあるパイである。ダブ東、ダブ南。 ダブ西、ダブ北とも呼ばれる。連風パイを、国詞もしくは、公詞とすると、県風パイと、門風パイを合わせて二半となる。また、弱等にした場合に風になるルールと、四風になるルールがある。客風パイ、後本パイ、客風廃とは、役廃ではない風パイのことである。和風パイ、門風パイのどちらにもならない風パイは、例えば、東輪のホッケでは、 南と西が該当する。南場の西屋では、東と北が、客風パイである。国史もしくは、公師にしても、役とはならず、平和における弱党として認められる自敗である。おた風、おた風パイとも呼ばれる。三元パイとは、自敗のうち、白、白、白、怒り、初、青、漢字は、初の九字、中、チの三種類の灰の総称である。 バガゼや、文風によらず、国詞もしくは、公師にすると一反役、役配が成立するほか、第三元や小三元などの役において、役の成立条件となっている。統一として弱党にした場合は、不、天に不がつくため、三元配を弱党にすると平和が成立しなくなる。英語では、ドラゴンタイルズ、あるいは単に、ドラゴンと称される。なお、日本麻雀におけるドラは、 英語圏で三元杯を意味するドラゴンから来たとされる、ドラは、もともとは、剣パイと言われていた。白、初中の正式名称はそれぞれ白板、パイパン、緑起こり、竜派、暮れない中、本中、フォン中である。白、初中が何を意味するか、何を象徴しているかについては、諸説あり、古く、大正末期、昭和初期に、複数の麻雀書を刊行している。 中村徳三郎によれば、来期の投げ壺を由来として、白は的、怒りは矢を投げること、中は的中を表しているという。また、放置ルール制定の功労者である、天野大蔵によれば、白は物事を公平に行うこと、怒りは財を成すこと、中は物事に成功することを意味するという。日本独自の説としては、白い肌、緑の黒髪、 赤い唇という美女の三大要素、あるいは、お白い、緑の黒髪、紅の組み合わせとされることもある。三元杯の順番は、日本では、白髪中が一般的である。が、中華圏や英語圏では、中髪白の順になっている。配布上の略号では、白と中はそのまま表記するが、怒りは即帰のため、R と表記する。 R は緑初の頭文字を表す。また、日本では柄のない白が用いられる場合が多い。9九パイ、八やおパイ、やお中イとは、麻雀牌のうち老頭牌と自敗をまとめた十三種の牌の総称である。十九自敗、一九自敗、一九自敗とも呼ばれる。やおは小さい一の意味であり、本来は老頭牌を指す用語だったが、 適切な労働パイと自敗を合わせた総称がないということでこの意味に流用されている。中国語では今も労働パイの意味である。9パイを含まない数量が段9、すべてのメンツに9パイを含む数量が根全体級、自敗がない場合は順全体級、9杯だけで作った大体は7といつが根老頭、自敗がない場合は清志郎頭、 全種類の 9π を集めて、うち一種を統一にした数量が国士無双である。ちなみに中国麻雀では、根老党は根級、清老党は清吉九、国士無双は十三九と呼ばれ、役名から 9π が関連していることがわかるようになっている。やお 9π のやおは、用の遺体字で、である。すべての日本語環境で表示できるわけではないので、 記事名ではカタカナを用いている。なお、現在の中国では、洋の字が使われている。花パイ、ファパイ、花ハ,ハイは、四季及び四君子を描いたハイであり、数ーパイにも自敗にも属さない特殊なハイである。中国麻雀や花麻雀などで使用される。また、梅ランキクタケを草木ハイや花パイ、春夏秋冬を、季節パイ、木パイと呼ぶ場合もある。 花パイを使うマージャンは、花マージャンと呼ばれ、各地で様々な花パイが登場している。一般的な使用法としては、ハイパイに花パイがある場合や、花パイを積もってきた場合に横にさらし、新たに霊場パイを一枚積もる。さらされた花パイは、数領事にドラとして扱われる。その扱いは三人マージャンにおける抜きドラと同じであり、花パイがドラ表示灰の場合は、三魔の抜き。 ドラ同様に、花パイ一枚で、ドラに扱いとなる。古いルールやなど一部の取り決めでは、春夏秋冬、梅乱菊竹がそれぞれ東南西北に対応していて、対応する風のものがさらした際に、小ぼしパイとして扱ったり、中国麻雀や台湾麻雀など、加点やチップ、ボーナス点とする場合もあるほか、4枚すべて、あるいは8枚すべてを集めた場合は、 薬万とするルールもある。上海など、麻雀パイを用いた、パズルゲームではこれら花パイが登場することが多い。白、白板の中央に赤い点を刻み込んだパイを、白ポッチという。4枚ある白のうち1枚と入れ替えて使用する。白ポッチを入れて遊ぶ場合、リーチ一発ツモで白ポッチを引いた時に限りいつも数、量を宣言することができ、積もった。 白ポッチをオールマイティとして扱うことができる。リーチ一発ツも以外の局面では白ポッチは単なる白として扱われる。フリージャンソー等でごく稀に採用されている。ジョーカーは任意の灰の代用として使用可能なパイ。日本のマージャンではほぼ採用されることがないが、上海、アメリカベトナムなどのマージャンで使用される。アメリカマージャンでは8枚のジョーカーパイが使用される。 シンプルに、ジョーカーと呼称されるが、中国語の百頭、パイターという言い方も見られる。百頭は直訳すると、百の頭子である、古い竹パイの百頭。上海のルールでは4枚のジョーカーを用いる。アメリカ式と同じく、すべての牌を、ジョーカーで代用することができる。ベトナムにおいては、1万個、トンズ、作詞、風イ三元イ花イ。 自敗と花パイ、全敗のそれぞれに対するジョーカーがある。通常、数パイは半角英数字、自敗は漢字で表記する。一万項、漢数字、トンズを丸付き数字、または丸カッコでくくった三葉数字、丸付き数字が機種依存文字のため、作詞を三葉数字で表記する例もある。麻雀の進行を記録する配布を実践で採取する。 際は、速記のため上にある記号をいくつか組み合わせて、また、専用の記号を取り入れて使用する。一例を示す。これは、日本国内で主に用いられるので、風パイのうち、漢字の画数が多い東と南は、英語の略である ES ではなく、トン、ナン、シャー、ペーの頭文字を取るなどしている。また、ここで使用される R は緑発の略である。現在、 日本で主に使われているパイの大きさは縦 26mm 横 20mm 厚み 16mm 程度である。麻雀パイは製造年代や製造業者によってわずかに大きさが異なる。全自動卓用の灰は鉄未用の灰よりも若干灰や図柄が大きいものが多い、見やすいため。歴史的には灰は少しずつ大きくなってきている。見やすく、扱いやすく。 また、イカ様を防止するために隠しにくく。中国や香港などで一般的に使われている麻雀牌は日本の牌の1.5から2倍くらいの大きさがある。日本ではこれをゲタ牌と呼んでいる。大きいものではゲタ牌よりももっと大きい牌もある。小さい牌は普通の牌の半分1、3の大きさのミニ牌がある。 ユニコードの U プラス1回 000U プラス1回 02B はマージャンパイの絵柄である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。